グルメイドミシェルチャンネル、略してグルちゃん、スタート。今週お送りしていくのは、紺色担当のレナと、羊色担当のエリカと、黄色担当のユキノと、緑色センターのちいちゃまと、見習いしのと、赤色担当のリーダーロミタです。イエーイ。今日はですね、成人の日。お、はい、そっか。そう、成人の日なのになんでみんな制服なの？いやこっちが来た。なんでちょっと気づいたら来てた。朝、ここに来たら、ダンって置いてあって、これは着るしかないな。そういうことか。じゃあみんなの私服ってことだね、この。違いますよ。ちょっと変な趣味にするね。そうです。違います。ちゃんとこの撮影のために来てますから。そう。まあまあ本当の思いは、まあね、子供の心を忘れてはいけない。まあリアルで子供なんですけど、成人の日なのに。まだ未成年すぎるから。そう。成人の日。成人の日といえばみんな何を思い浮かべる？やっぱ成人式じゃないですか。ピカピカーン。そうね。振り袖とかね。振り袖着たりとか。あれ、今年成人のメンバー誰？はーい。ちいちゃまゆきの成人おめでとう。ありがとうございます。成人といえばさ、私が思うのはさ、やっぱりさ、ヤンキーの構想を思い浮かべるんだよね。え？どうしたらゆきめっちゃ反応してるじゃん。ヤンキーの構想。ニュースとかでさ、はい、やっぱさ、はい、なんか成人式のやっぱ名物じゃない、ヤンキーって。ああ今年はどんな感じの時期さ、あのさ、みんなめちゃめちゃ新鮮な反応してるけど、もうノリノリじゃん。まあまあまあ、ということでヤンキー対決。イエーイ。はい、じゃあ誰がいかにそのヤンキーっぽいかみたいなので争うってこと。そういうこと、そういうこと。だからまあヤンキーっぽさ対決ですね。みんなね、それぞれノリノリでもう準備してるので、はい、ちょっとヤンキーの自己紹介からまずやっていきましょう。イエーイ。はい、グルテア学園1期生ロミ、お前は赤色に染めてやるぜ、よろしく。グルティア学園 2.5 期生レナ、気をつけな、私の武器は5メートル伸びるよ、よろしく。グルティア学園3期生龍ヶ崎ゆきの、僕は争いは好まないんだ、よろしく。グルティア学園3期生ちいちゃまです。うちに逆らったらどうなるか分かってる？よろしく。グルティア学園6期生パンチの効いたエリカだぜ、お前の体を穴だらけにしてやる、よろしく。グルティア学園7期生ミナラシノ、お前の心汚れてるぜ、よろしく。それでは始めていきます。第1回グルチョのてっぺんを取るのは誰だ対決。イエーイ。マンジマンジ。トーナメント制で戦っていきます。はい、でまず第1回戦ということです、はい、なので早速戦っていきましょう。はい、みんな意気込みを一言ずつどうぞ。てっぺん取ります。俺がやるからにはガツで。みんなのことを私色に染めてやるぜ。真ん中の3人は何喋ってるの？無言。喋った喋った無言無言無言。さあ、それではね、第1回戦やっていきましょう。はい、第1回戦とかっていくのはこの辺りです。ドン。はい。おー、かわいそう。どういうペン？コロコロ持った人の。じゃあ私4つ下の子に何も言えんて。頑張ってください。先輩に今悪腰やから。まあまたね。それでは、雪の対死の第1回の戦いスタート。真ん中じゃないよ。逃げてるな。なんでそんな見るんだよ。しゃべり方の癖が強いんじゃ。なんかわかんのだこれ。手寒いんか。やんないって言ったらこのスタイルなんだよ。なんでそれが好きなんだよ。そういうあれじゃん、伝統じゃん。かん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 。笑いすぎてよ。
今めっちゃむせてるね。笑いすぎて、笑いすぎておかしくなってるから、もう二人ともなんかこう終えた感想を意味がわからない。これをやることによって何かであったかって言われたら、そういうものでもいい対決だった。発見しました。なんで何しない頑張った頑張った。よし、わかんないけどよく頑張ります。ひのです。さあ、じゃあね、あのどっちが勝ったかっていうのを今から多数決で、はい、あの見てたメンバーをね、はい、上げていきましょう。それではね、ゆきのんが勝ったと思った人。え、マジで？それは私のが勝ったと思う人。はーい。え、違う、多分ね、満場一致だと思う。多分設定寒いんか。設定寒いんか。面白いけどな。いや、でも今強いから、手寒いんかっていうワードはなかなか出てこないヤンキーワードだから、そこが出てきたっていうのは面白い対決だね。面白い対決だね。切り込み方が最高だった。雪の対シノの対決は勝者シノ。イエーイ。コロコロ持ってる。大丈夫。次の対決いけそう？いけまーす。頑張ってね。すごい。続いての戦いはこの二人。おお、この対決。イエーイ。レナとロミの対決。よーい。なんだよ、さっきからてめえぶつかってきたと思いきや色気ばっかり、髪の毛が邪魔、カマも当たってんだよ。ごめん、赤色に染めてやるって言った割には自分全然赤じゃねえじゃねえかよ。もう染まってんじゃねえかよ。元からだよ、ここも染まってるよ、ここも。これ黄色が良かったんだよ、本当は。これしかなかったんだよ。使い方間違ってんだよ、お前よ。ロングスカートが似合うじゃねえかよ。髪もサラサラでなんか一個してんじゃねえ。なんで褒めてんだよ。パシじゃねえ。終了。一人ずつコメントしていただこうかなと思います。はい。あのね、なんかね、普段とそんな変わらない。なんかその誰かが何か、普段からこうだと思われちゃうじゃないですか。普段なんか誰かが何かしたことに対して普通に突っ込んでる気がする。今日はなんかそれをちょっと粗めに突っ込んだみたいな感じだったけど、ボケに対しての突っ込みが鋭かった。そう、なんかいけるかなって思ったんですけど、やっぱ向いてなかった。審査員の皆さんにちょっと評価をしてもらってくらいですかね。はい、レイ様が良かったと思う人。ロミさんが良かったと思う人。ということで3対1でレイ様の勝利です。なんかこの突っ込みでどこまでいけるか見てみたい。でも私はロミさんが釜で切ってるのがすごい好きだったから、これからも釜で切っていってほしいなと思ったんです。すごい色にね、アタックはすごい。そう、アタックが、そう、アタック力もすごいなって思ったから、はい、言葉がないカウンターが強すぎて。最終的に褒めてました。似合ってるんだよ、綺麗なんだよ。ということで、はい、レナ対ロミの対決では勝者レナさんです。おめでとう。続いての対決はドン。個性が爆発してる。チビには負ける気がしないぜ。ちょっとチビはあの視界に入んないからちょっとごめんかも。よろしく。やばい、ね、チビ対決なのね。2人とも。いや全然全然チビ対決とかそういうわけじゃなくて、もう誰がいきなり視界から消えたの。いやいやいや、急に煽られ始めたけど、対決する前に。チー対エリカの対決、よーいスタート。あ、ごめん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 、小さくて見えんかった、ごめんね。本当に最上級に身長持ってんのか。うるせえな、こっちだって持ってんのよ。決着つけようぜ、ほら脱げよ、脱げよ、そっちが脱げよ、脱げよ、先に脱げよ、先に脱げよ。あ最高。今笑い方の癖が強い。じゃないでやるよ、脱げよ。やっぱ俺のがでけえじゃねえか。もうね、つま先の怖い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 。はい、終了。怖い、怖かった。化け物に襲われた気分でした。あの、なんかすごいお人が追いかけてきて怖かったです。はい、こんなあんまないんで楽しかったです。いいね。
、はい、すいませんでした、あの先輩に、あの普段は違うんで、ちょっともうちょっと頑張りたかったなって思いました。まだ万事力が足りなかった。それでは、チーの方がヤンキーだったと思う人、はい、あれ、はい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 、エリカの方がヤンキーだったと思う人、あれ、じゃあそれぞれどんなとこがそうだったかっていうのを言っていこう。もうさ、あの人を追いかけ回すところがさ、ヤンキーっていうか俗っぽかったよね。そういうことね。怯えさせてたから勝ちなんですか。ああ、そういうことか。え、シノはチーのどんなところがいいと思った？え、どうしたどうした、どうした、かっこよかったね。かっこよかったと思った。なんかすごい2人ともいい戦いだったなと思って、うん、なんかいいところが違ったの、うん、チーはなんか言葉の勢いが良かったっていうか、で、エリカは体の動きが良かったって思って、まあヤンキーで行くんだったらチーかなと思ってチーを入れた。でも実質同票なんだよね。ってことはエリカが勝ちじゃないですか。あ、ゾニーさんは11で実質入れてる。あ、そういうことか。だから3番で勝ちってこと。やだー、私が2だ。チー、エリカの対決の勝者はエリカでーす。イエーイ、おめでとう。この面倒性ということで、勝った方たち前に出てください。なんか自分で言うのもなんですけど意外じゃありませんね。え、ってことは今からこの3人で対決をしていくってことですよね。そうだね、3人一気にやりましょうよ、はい、これ。それでは優勝者決定戦、よーいスタート。ほら、ヤンキーは巻き舌とガニ股で勝負だ。俺、あいつ強いんじゃん、ほんとに。お前ら本当にヤンキーなのか。お前ら何してんだよ、喋り戦いって。何何、くるくる回ってんじゃねーよ。お前笑ってんじゃねーよ、この野郎。攻撃しろや、ほら。お前浄化するんじゃねえのか。早く浄化しろや、オラオラ。ストップー、ガガガガガ。この3人やっぱり優しすぎるんだと思う。だ、ね、きっときっとこのうちらのキャラ濃いのがあってこそのやっぱ勝ちだったと思うから。う、ね、エリカが優しさで初めてで、優しさの理由に何も言えない。優しさ、優しさ、優しさの理由に、あ、こうした方がいいよぐらいにしか言えないから。シノの声が小さすぎて、なんて言ってた、なんて言ってた、なんでまた開いてるんですか。敬語ヤンキー、ヤンキーがまた開くことヤンキーなんですか。さあ、それでは審査員票入りましょう。はい、レナが一番ヤンキーだったと思う人、はい、シノが一番ヤンキーだったと思う人、エリカが一番ヤンキーだったと思う人、はい、おお、でこう場を盛り上げようと頑張ってた映画はヤンキーだなって思いました。そう、やっぱり攻めの姿勢っていうのが何よりもね大事だと思うんで、あのいつも攻めの姿勢を忘れないこのエリカがやっぱりすごいなって思いました。おー、もう昔のエリカじゃね。じゃあそれでは、今回のヤンキー対決初代てっぺんはエリカでーす。イエーイ、ほら、以上ヤンキー対決でした。イエーイ、なんか、うん、難しいですね、うん、ヤンキーでね、やっぱそうですね、向いてはないし、向いてないですね、ちょっとね。そう、でもさ、やって思ったのが、あのさ、下に切り込むのって逆に難しいなって思うのが、うん、だからなんか上に切り込む方がやりやすいなってすごい。じゃあ常々、ね、はい、上の人には思ってることがいっぱいあるってことだね。そういうことか。じゃあ全て私に溜まってくる。あと下には下っ端使わせるからじゃないですか、結局。あ、だから自分の 下の人と戦うことってなかなかないじゃないですか。行けっていう方がカラーが、うん、そうそうそう、成人の日ということでヤンキー対決やらせていただきました。なので改めまして新成人の皆さん、おめでとうございます。おめでとうございます。以上ヤンキー対決でした。みんなマジで行くよ。チャンネル登録と高評価よろしく。